Engine for the Life。車で行こうです。今回は名称を改め、新たに4気筒ターボエンジンを搭載したポルシェのミッドシップスポーツ718ボクスターをご紹介します。911シリーズと同じく排気量の大きい自然吸気エンジンから排気量を小さくしたターボエンジンへとライトサイジングされた718ボクスター、スポーツカーとしての実力はどうなのか、しっかりとチェックしていきます。エンジンとともに外内装も大きく変更されてイメージチェンジした718ボクスター、車好きを熱くさせる独特の走行フィールがどれだけ進化したのか大いに気になります。それではポイントから見ていきましょう。1996年の初代モデル登場から20年、ポルシェボクスターはエンジン外内装の大幅変更を受け、名前も718ボクスターとなりました。新たに搭載される2リッターと 2.5 リッターの水平対向4気筒ターボエンジンは、従来の6気筒自然吸気エンジンに対して35馬力の出力アップと燃費性能の向上を実現、現代のスポーツカーにふさわしいスペックを手に入れています。新たな社名718も、数々のレースで活躍した水平対向4気筒エンジン搭載モデルポルシェ718に由来するものです。外内装では新しいヘッドライトや大型化されたフロントエアインテーク、左右のテールライトを結ぶように設けられたアクセントストリップが新型であることをアピール、インフォテインメントシステムも最新のものとなりました。この718ボクスターは2リッターエンジンの718ボクスターと 2.5 リッターエンジンの718ボクスター S の2種類が用意され、それぞれに6速マニュアルトランスミッションと PDK と呼ばれる7速 DCT が設定されています。従来の6気筒から4気筒ターボへ、ポルシェの走りへのこだわりがどう息づいているのか注目ですね。そうですね。 CM の後はいよいよ試乗です。エンジン for the life。さあ、今日は新しくなったボクスター、718ボクスターと呼ばれてますね、その車に乗っています。従来よりもシリンダー数が減って排気量も小さくなったにもかかわらず、パフォーマンスは落としていない、むしろ非常に高まってきているというのがやはりポルシェらしいところですよね。じゃあ肝心のフィーリングはどうなのかと、これが僕の一番の興味の対象であり、不安の種でもあったんですが、こうして高速道路を巡航している限り、やっぱりこれはボクスターの良さというのを、もう 100% 引き継いでいる、 120% と言ってもいいかもしれない。というのも足回りがさらに洗練度を高めてきているんですね。今日乗っている車はオプションの20インチを履いているんですが、こういった路面の継ぎ目をパスした時の乗り心地、これがちょっと信じられないぐらいマイルドでいい感じなんですよね。やはりその足回りを非常に精巧に緻密に作り込むことによって、快適性と走りをいかに高い次元で両立するか、718ボクスターもまさしくポルシェの乗り味を持っているなと思います。エンジンなんですが、ゆったりとした巡航からぐーっとアクセルを踏んでいった時のトルクはやはり従来の6気筒よりも力強いですね。さあ、料金所から加速をしてきます。速いですね。これはね、すごく速い、しかも、やっぱりこう排気量がドーンと大きくなったかのような、従来よりもさらに大きいエンジンを積んでいるかのような、ものすごい迫力の加速です。そして音、これはですね、今マイク拾えましたかね、どちらかというとのぶとい音ですね。これ好き好きなんでしょうが、スポーツカーらしい高音のいい音っていう意味では、やっぱり従来の6気筒の方が良かったかなと思います。さあ、ワインディングロードに入ってきました。ここでルーフを開けてオープンにしたんですけれども、気持ちがいいですね。風の巻き込み、これがすごくうまくコントロールされてますね。で、今後段入ってきますけれども、
いやいいですね。惚れ惚れするようなコーナリングです。例えばこうして右に切ってそして左に切る、こういった S 字での切り返しの鮮やかさ、このあたりやっぱりミッドシップならではの部分ですね。エンジンなんですが、さっき高速道路ではなんか前のロキトノが好きだったななんて言ったんですが、いやいやいや、この4気筒もやっぱりさすがポルシェですね。ものすごく気持ちがいいです。もう本当はこのドライビングに集中してレポートをしないで黙って運転していたいと思うぐらいの気持ちよさですね。この718ボクスター S、 ポルシェでしか作り込めない世界観を持っているということを確認できました。これによって6気筒の911、4気筒のボクスターケーマンということで、よりキャラクター分けもはっきりとしてきましたし、ポルシェのスポーツカーというのはさらに幅が広くなり、そして魅力も増してきたと思います。はい、それで安全性の評価に行きましょう。718ボクスターこのようになりました。衝突回避ブレーキ、歩行者検知、車線逸脱警報、これがオプションでも用意されていないということで×になります。評価頑張りましょうですね。そして燃費なんですけれども、今回はおよそ380キロ走ってリッター当たり 8.2 キロとなりました。ともちゃんどうでした？はい、スポーツカーってサウンド大事じゃないですか、どうなのかなって耳を傾けたら、すごく低くてなかなかパンチのある音色だなって思ったんですよね。そうですね、高音好き低音好きっていう方はいろいろいらっしゃると思うけれども、低音好きの方はこの音気に入ると思うよね。そうですね、はい、ではここで718ボクスターのユーティリティです。まずは運転席に乗り込んでみたいと思います。このように2枚のドアがついたモデルになりますが、まず乗り込むとき携帯電話がポケットにあると邪魔ですよね。どこか置き場所あるかなと思ったら、なんとドアに収納スペースがついていてよかったです。そして着座位置、やはり地面すれすれに低い感じがリアルスポーツだなって感じですし、ステップのあたりは開けていて乗り込みやすかったですね。そしてソフトトップ、これ電動開閉式なので涼しい顔して開くことができるんですが、このように簡単に開閉することができる、この時期オープン気持ちいいですね。新しいインフォテインメントシステムは手書きで文字入力ができるものになっています。このナビの画面上で行うんですが、これ右ハンドルだったので体をくねらせながら私は右手で入力しました。左利きの人にはこれでちょうどいいんだろうけどね。そうですね、日本語に対応しているのは嬉しいポイントです。そして気になるラゲッジスペース、まずフロント側から見ていくと、ここは結構深くて150リッターのトランクがついている。そして後ろはどうかと思ったらエンジンここに乗っていて、しかもオープンにしてるじゃないですか。ホロを格納してもなんと後ろにスペースがある、実際は浅めではあるんですが結構実用的に使えるスポーツカーですよね。そうなんでね、特にフロントなんか深いから機内持ち込みサイズスコーンと入るし、あと食料品買ってもあそこなら熱くならないでしょ。そういう結構毎日乗れるスポーツカーとしてよく考えられてるんですよね。そうですよね、はい、この後はインポーターの担当者の方にお話を伺っています。それでは718ボクスターについてポルシェジャパンの木内さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや木内さん、今乗ってきたんですけど、やっぱポルシェっていいですね。ありがとうございます。なんていう話を多分いろんなところで聞いてると思うんですけれども、ポルシェといえばね、やはりその911が積んでいる、ボクスターも積んでいた6気筒、これがすごくアイコンとしては重いと思うんですよ。それを今回あえてなぜ4気筒にしてきたのか、その理由っていうのはどこにありますか？はい、やはり CO2 削減のためですね、その環境の問題が大きいと思います。でそれに対応すべく4気筒にしたというところですね。これどうなんでしょう、どのくらいこの4気筒化によって燃費というのは良くなってるんですか？そうですね、当然2リッター 2.5 リッター等と違うんですけど、大体2割ぐらいというふうに考えていただいていいと思います。2割大きいですね。そうですね、デザイン、はい、これもものすごく
大きく変わった、それが目玉の一つだっていう、はい、ことなんですけれども、はい、どこが変わったんですか？そうですね、あのデザイナーが言うにはですね、フロントの、窓ガラスですね、はい、あと A ピラー、それからルーフ、それ、以外は全部変えたというふうに言ってます。全部変えたんですか？はい、なんかこう見ると、そう言われてみると変わったかなぐらいにしか見えないんですが、でも確かに並べてみると、はい、割と違ってますね。そうですね、うん、はい、まあ、あのそうやっていろいろ変えたんですけれども、きちんとボクサーに見えるっていうのが、あの、うん、ポルシェのデザインの上手なところかなと思います。うん、従来はオープンカーのボクスターの方が安くて、はい、ケーマンの方が高かった、はい、これはどう考えてもおかしいだろうって思っていたんですが、はい、今回ついにその関係が逆転するそうですね。はい、はい、逆転しました、うん、ケーマンの方が安くなると、はい、これエントリー価格ってどのくらいなんでしょうか？ケーマンの、ベースモデルの方ですね、2リッターの方のマニュアルですと、619万円ですね、うん、はい、どうなんですか、そのポルシェを買うときに、はい、まあ、見てる方にね、どんな風に選ぶといいよみたいなアドバイスってあったりします？はい、本当にあのオプションは自由自在というぐらいいろいろあります。あの国産メーカーですとか他の、まあ、インポーターさんが取り扱っている車に比べてもはるかに数は多いので、うん、ぜひともですね、販売店に行ってお相談しながらいろいろ決めていただければというところですね。どんどん値段高くなっちゃうけど、でもこれつけたいな、はい、あれつけたいな、悩むのも楽しいですよね。そうですね、それが、はい、まあ、あのやはり新車を買われる時の楽しみだと思いますので、うん、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで718ボクスターの評価に行きたいと思います。僕の評価このようになりました。丸、4気筒化されてなお正真正銘のポルシェであることなんですね。歴史を紐解くと6気筒のポルシェっていうのはすごく成功してきた。で、一方で4気筒のポルシェ924とか944とかって今一つ成功できなかったんですね。このボクスターも6気筒になってから人気が出てきたということで、じゃあ4気筒になった718はどうなんだろうと心配だったんですが、乗ってみて、あ、やっぱりこれはちゃんとポルシェになってる、走らせても楽しい、そこがきっちりとできてるんでね、僕は心底ほっとしました。ということで罰はなしですね。4気筒がつまんなかったら罰はそれにしようと思っていたんですが、全然つまらないこともない、ちゃんとパフォーマンスもフィーリング面も出ているので、これはもう文句なしになしです。さすがはポルシェですよね、うん、私は丸なポイント、これはリアルスポーツと走らせやすさを高次元で両立させていることです。まあ、エンジンの気筒数を減らし環境に対応しながらも車の中心付近に重量物のエンジンを低く配置して、街乗りの車速からスポーツ走行まですごく気持ちのいい操る喜びを与えてくれる。まあ、その上でフロントのフードとても低くて運転席からの死角が少ないので女性が最も運転しやすいリアルスポーツカーだなって思いました。そしてバッテン、私はこれ今回は 2.5 リッターのエンジンだったんですが2リッターのモデルがあるんですね、うん、でこちらの方が、発進直後の加速をするときに低速トルクがちょっと薄い部分があるんですね。なので、出足のレスポンスとかごく低速の走りの質感にこだわる方は私は 2.5 リッターのモデルをお勧めしたいなと思いました。うん、僕2リッター乗ってないから早く乗らなきゃね。そうですよ、うん、はい、はい、というわけで2人の評価はこのようになりました。エンジン for the life.